はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バボちゃんでございます。ということで、まあ、いつもはね、結構まあ笑えるような話をやっているこのチャンネルですけれども、まあ、一応メインはまあそういう話なんですけど、まあ、一応ね、いろいろと話をしていきたいなということで、だからこれからまた、まあ、感動する話だったりとか、まあ、ゾッとする話、で、まあ、ためになる話とか、まあ、ネタが尽きたらですけど、まあ本当に今僕が経験してきたことをいろいろ話したいなと思ってますので、まあいろいろやるってことは入れといてください。で、今日もちょっとまあ、本当はいつも通りの動画あげようと思ってたんですけど、まあ、昨日ですね、AKB48 の大島良花ちゃんが卒業を発表しました。まあ、僕のチャンネルを多分、まあ1、2年前から見てくれてる人は知ってると思うんですけど、まあ僕は AKB で大島良花ちゃんをずっと推してました。まあ最近は本当にちょっとイベントにほとんど行けてなかったんで、あれだったし、あれだったんですけど、まあ、僕はもともと NMB を好きになって、まあ NMB というよりかはケイラだったんですけど、まあケイラを好きになったことで、まあ、48のファンの世界に入ってきて、でまあ僕がケイラを推してた期間が本当に短かったんですよ。もうすぐ辞めちゃったんで、まあ、短くて、でもうどうしようかなと。まあこのままハロータに戻ろうかなとか、まあ、いよいよもうお多卒かな、みたいな思った時に、もう大島良花ちゃんと出会って、そうですね。なので僕は、その時初めて、AKB48 を知って、今日まで AKB48 の推しは、本当に良花しかいなかったんで、まあ僕、結構推しメン推すとすぐ辞めちゃうっていう、ハロープロの時からのジンクスあるんですけど、まあなんかそれを打ち破ってくれたというか、まあ本当に長い期間。だからなんかみんな若手だから、まだ涼香が、まあなんか辞めるの早いよっていう人もいるかもしれないですけど、もう6年やってますからね、AKB で。6年ってなると多分、もう AKB の中でも結構、まあよくやったという方なんじゃないかなって思います。まあ最近は僕結構 NCT とか、行ってたりとかしたんですけど、まあなんか結局、まあいろんな人に会う中で、まあ僕と言ったらなんか、まあ涼香みたいなイメージが未だに、あって、なんか本当にまあ、これ本当に結構あったんですけど、まあ僕結構涼花関連動画とか涼花の話を結構してたんで、まあそれ関連で涼花のことを知って、今涼花推してますとか握手会行ってますみたいな話をしてくれる方もいて、もう本当に僕としてはすごい嬉しい限りですね。はい。まあなんだろうな、なんか、まあ正直、そうですね、今年もまあ選挙が沖縄であるっていうふうに発表されて、まあまあいつも通り、まあ涼香に投票するもんだなっていうふうに思ってたので、まあなんか心にぽっかり穴が開いたというか、まあ、最近ちょっと全然正直、まあ涼香とも会えてなかったんであれなんですけど、まあそうですね、残念というか、まあ悲しいですね。まあ、正直僕は、まあ、YouTube、まあ、昔から見てくれてる人もいると思うんですけど、まあ、本当に涼香推しになって YouTube の方も徐々にこう上に上がってきたというか、まあ、本当に涼香推しになったとともに本当にどん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 皆さんにも知ってもらえてっていうのと思うんで、本当に動画のピークの時が本当に一番涼香を推してた時期で、まあみんなと本当に出会った時が本当に涼香を知った時期なので、本当に涼香を知ってなかったら今、まあ仲良くしてくれてる人とかにも会えてなかったんだなって思うと、本当に、まあ、そうですね、まだ良かったなと思います。まあ去年の総選挙もすごい、まあいい順位ね、いただいて僕も生で見てましたけど、まあ、そうですね、まあ辛い経験もしました。僕福岡も行ってるんで、県外だった時もあって、まあ、前回は本当にすごい順位をもらって、まあいろいろと経験してきましたけども、まあ本当にアイドルっていうのは結局やっぱり卒業っていうのがどうしてもあるので、まあしょうがないんですけど、まあ本当に僕はありがたいことにね、その涼香の、まあ、選挙対策委員の方とも結構交流があって、というのもこれもまた YouTube でのおかげなんですけど、その先代の方に、まあ、バウチャーさんですかみたいに声かけてもらったのがきっかけで、選対委員として本当正式に参加してたわけではないですけど、
まあ、涼花レーンに行った時にはお話しさせてもらっていろんな話聞いて、まあ、僕もちょっと力になれればなと思って涼花の応援動画とか上げさせてもらったりしてたんですけど、まあ、本当に多分今すごい辛い気持ちだろうなっていうのは本当にもう分かりますし、まあ、卒業するっていうことはやっぱ多くの人をね、まあ、悲しませるというか、まあ発表した時点はやっぱみんな悲しいですよ。うん、まあ、夢に向かって進んでいく、応援しなきゃいけないっていう気持ちはありますけど、やっぱり卒業したら握手会とかライブっていうのはなくなっちゃうわけなんで、ファンとしては、まあ、会えなくなるということなんですけど、まあ、ファンってもともと会えませんからね。まあ、今までがちょっと異常だっただけで、まあ、僕はもうしばらく回ってなかったんで、これからもファンとして、まあ、一人の女優さんとしてやっていく涼花を応援したいなと思いますけど、まあ、だからアイドルっていうのは本当にね、いつか卒業があると、卒業がなければなって思うかもしれないですけど、でも終わりがあるからこそ、卒業っていう一つの区切りがあるからこそ、今を全力で応援できるんじゃないかなって思います。いつかもう会えなくなる時が来るって多分みんな分かってると思うので、分かっててもなんかね、あれなところあるかもしれないですけど、まあ、だからこそアイドルとして活躍している、まあ、1分1秒、目を離さずに自分の推しメンを大切にしてもらいたいなと思います。ちょっとダラダラ喋るのはあんまり良くないのでこの辺で終わりますけど、まあ6月までね、まだ活動期間あるので、まあ最後の最後まで、まあ、悔いのないようにやってもらいたいなと思うのと同時に、今ね AKB に推しメンがいてオタ活してますって方も本当に悔いのないように最後まで、応援してあげてほしいなと思います。そして、まあ、涼花推しの、まあ、僕だったんですけど、まあ、本当に今までありがとうございました、お疲れ様でしたということと、まあ、本当に、まあ、涼花の生写真とかねくれた方、そして、まあ、涼花推しで本当によくしてくれた方、まあ、全ての方に本当に感謝したいなと思います。僕は涼花推しで良かったと思ってます。自信を持ってこれは言うことができますので、これからも頑張ってください。ということで今日の動画はちょっと面白いところなかったですけど、こんな感じで終わりたいと思います。では、バイナル。